続いてはリズムクリップのコーナーです。今回は9月9日と10日に G メッセ群馬で開催される暮らしと住まいの総合展示会、暮らし楽しいジャーニー in 群馬についてお話を伺います。ご紹介いただくのは運営事務局の井上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは井上さん、暮らし楽しいジャーニー in 群馬についてご紹介をお願いします。はい、群馬県内最大級の住まいと暮らしの総合展示会です。生まれてから子供時代、結婚、出産、子育て、住宅や車のご購入など老後までの人生を旅に見立てて、暮らし楽しいジャーニーというイベントのタイトルにいたしました。県内外から数多くのブースが出展いただきまして、住宅やお車に関する情報の取得とかはもちろんのこと、県内スポーツチームのアトラクションや芸人さんによる芸人のお笑いステージ、またタレントさんによるステージなど、それに加えて地産地消のキッチンカーなどたくさんの出店がございますので、一日お子さんから、もちろんおじいちゃんおばあちゃんまで楽しんでいただけるイベントになります。県内最大級のイベントになるということなんですが、これまでも開催されたことはあるんですか？はい、新型コロナウイルスの影響でここ数年開催ができませんでしたが、2015、2017、2019と各年で以前はグリーンドームで開催をしておりました。 G メッセでの開催は今回が初めてになります。以前にも暮らしにテーマにしたイベントを開催しておりましたが、暮らし楽しいというタイトルがついたのは今回で4回目の開催になります。なるほど。これまでの反響とかはいかがでしたか？はい、以前、2019年の際はですね、3日間の開催で、総勢約4万人を超える来場をいただきました。暮らしのヒントになる数多くのブースや楽しいイベント、アトラクションなど、お子様連れはもちろん皆様に、楽しんでいただけたと思っております。はい、また大人から子どもまでが一日楽しめるイベントとなっているということなんですが、今回のイベントの見どころもご紹介いただけますか？はい、ステージイベントもやアトラクションもとても魅力的なのもちろんなんですが、特に見どころは出展者様の皆様のブースになります。住宅やお車、子育て、健康、マネーなどについて様々な情報が一度に取得ができます。また同時にですね、相談や体験ができるイベントっていうのはめったにないので、普段なかなかお時間が取れないご家族、ご家庭の皆様にとても有効に情報取得のイベントとなっていくと思います。特におすすめはですね、もちろんスバルさんの出展ブースでございます。ファミリー層に人気のフォレスター、クロストレック、シフォンの3種類の車を展示いただくことになっております。この機会にぜひ見ていただきたいですね。はい、では最後になりますが、ぜひイベントの開催に向けて PR をお願いします。はい、当イベントにお越しいただければきっと、住まいや暮らしに関する新しい発見やヒントが、見つかると思います。 G メッセの駐車料金については、有料になりますが、入場の方は無料となりますので、9月9日10日はぜひ暮らし楽しいジャーニー in 群馬2023にお越しいただければと思います。よろしくお願いします。ここまで運営事務局の井上さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。